はい、吐きます。あ、痛い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 。なんかあるんだな。何？一箇所じゃなさそう。あ、痛い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 、そこ痛い。ちょっと引っ張りますね。大丈夫ですか？あの出てる。ストレッチをします。はい、来てますか？痛い痛い。はい、体側も伸ばしますね。はい、伸びてますか？はい、はい、でも力抜けてこう肩が下がりましたよね、今ね、この時代。左が、確かに、はい、左も寄っていきます。こっちの方がね、ちょっとね、痛い痛い、きついですよね。痛い痛い。はい、息吐きましょう。はい、はい、息吐いて、はい、はい、伸ばしますよ。はい、息吐いて。痛いな、これ。痛い痛い、取れちゃう。取れない、取れない、取れない。ここなんかだっておかしいよ、ねじれてるもん、一回ぐらい。一回ねじれてる。あ、でもね、確かにその筋膜的なこととかで言うと、うん、ねじれとか発生するんですよ。あ、ちょっと肩の可動域を。痛い、これ、あ、痛い。あ、ねじれてる。肩入れます。はい、楽にして。怖いよ、怖い。吐いて、はい、はい、ちょっと回します。はい、大丈夫ですね。はい、反対いきますよ。で、吸って、はい、吐きます。あ、痛い。伸びてますか？伸びてます。はい、ちょっと上に上げますね。顔まっすぐにできますか？はい、いきますよ。はい、うわー、硬いですね。これでもう伸びてますよね。うん、はい、ここからもやりますね。はい、やっぱ左の方が動かないですね。あ、なんでだろう。あ、いつもなんか何かしら左右差ありますよね。そう、そうですね、左右差激しいです、いつも。なんなんだろう。左右差が激しい人は あのこだわりが強い傾向にあります。確かに。まあ、あとやっぱちょっともかさんの場合は運動が少ないせいじゃないですかね。動きのパターンが限られてるから。歪みができやすく治りにくいんじゃないですかね。ちょっと押さえますよ。はい、大丈夫ですか？はい、ちょっと痛いですね。はい、もう一回いきますよ。泣いた。はい、じゃあ最後にもうちょっと
しっかりやりたいので腰のところに手を入れていただいて、隙間にちょっとこと腰上げていただいて、そうそうそう、はい、吸ってはい吐いて、開いて、開いた、あた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 、もう吐くの忘れてた、痛い、戻しますね、吸って吐いて、あこれやっぱりちょっと大変ですね、何か大きな問題がありそうですね、ここちょっとこれ、痛い痛い痛い、これも辛いわ、痛いな、痛いんですね、ちょっと、あ、痛い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 ですね、あ、痛い痛い、あ、痛い痛い、しこりがある、しこりっすか、マジっすか、乳がんかな、乳がんっすか、わかんない、ちょっとそれも心配ですね、もしあれだったらその辺も見た方がいいですね、実際乳がんで引き連れができるってこともあるんですよね、乳がんっていうかしこりとかによって腕が上がんなくなったりとかはあります、もしかしたら、もしかするんで、もしあれだったら一回行った方がいいかもですね、普通にやってほぐれていくなら、でもこれ普通に筋肉じゃないかな、これですよね、これしこりじゃなくて胸筋ですよ、胸筋が張りすぎてるんですよ、胸筋の張りだから、あ、痛い痛い、こっちにやったら緩むんで、これ今痛くないですよね、多分ちょっと縮んだ状態が記憶されちゃってるんですよ、うん、うん、伸ばすことに過度に抵抗が出るようになっちゃってるので、へー、なんでだろう、ちょっとあの脳が誤作動を記憶しちゃってるんで、はあ、ここ伸ばしてもいいとこですよっていう風に覚え直さないとなんですよ、押さえながらだったらいきますよね、痛くないですよね、そんなに、ああ、そっか、だから多分ここ、うん、これでもさっきよりいきますよね、これとこれと、だいぶ痛い、でもさっきよりいきますよね、でもなんか引っかかるな、他にも何かあるんだな、何一箇所じゃなさそう、あ、痛い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 、そこ痛い、どんなところで引っ張っちゃってる気がする、こうこいつはもうこのこいつちょっと、あ、痛い、あーちょっと、痛い痛い痛い、ここ、あ、鎖骨カティンとかも貼ってるんだ周りが生きてる箇所が、ね、生きてる箇所だいぶ少なくなっちゃうかろうじて脳が生きて信号を受けてるみたいな、だいぶ弱くなってるんですよね、全体がもうバリバリなんですよね、射殻筋もそうだし、しびれたりしてないですか、しびれはないと、しびれはないと思う、そういうのが出てきてもおかしくないような、
あ、でも撮影で正座するシーンがあったんですけど、はい、私前、はい、葬儀屋で勤めてたから、はい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 、正座って人より得意だったのに全然持たなくなっちゃって、はい、へえ、1、2分正座したらもう辛くなってたから、あらあらあら、やっぱしびれやすいのかな。